沖縄に動画で伝える求人サイトが誕生。その名はプロジェット。気になる企業を動画でチェック。今すぐプロジェットで検索。マトバ TV レディオ。はい、始まりました。第15回目のマトバ TV です。今日も FM 那覇からお送りしております。マトバ TV とは、まっすぐ夢に向かってひたむきに頑張る方々を、YouTube とラジオを通して応援していこうという番組です。メインパーソナリティでありプロデューサーであります坂本健太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本ちゃん、なんかちょろちょろっとなんかタイトル変えてる？タイトルちょいちょい変えますやりづらいや、今日も機材トラブルでいっぱいだしそれでまあね、あの、まあ、ゲストの皆さん、お待たせしてすみません。はい、それも結構押しちゃいました、はいはい、今日巻きでって言われてるんで、はい、今日巻きでね、はい、切っていきましょう、はい、であとですね、僕まあ、近年、はい、最近もそうなんですけども、あんまり誕生日ってやらないんですけど、ね、はい、なんで、なんか言われるのが苦手、はい、なんで愛されてる証拠じゃないですか、誕生日。なんかトラウマがあってあの昔上司に仕事の上司に、はい、人の誕生日を覚えておくことっていうのは、はい、365日その人のことを思うことだよって言われて、はい、あ、そうなんだと思ってで、公表せずに自分の誕生日待ってたら、はい、誰一人来なかった切な、それ切な、多分それトラウマかもしれない。めっちゃ切ないっすよ、それ。そうそうそう、だから誕生日非公開、はいはい、そんな感じで、でそういう話をですね、今日のゲストさんにちょっと話させてもらったら俺、嫁の誕生日とか子供の誕生日とかあんまりやらなくて最低って言われたね。それは最低でしょやってよ、それ石見さん一応誕生日は覚えてますから、はいはい、嫁と息子ぐらいはですね、はい、そこはね、ちゃんと家族サービスしてあげてください。はい、やってあげようと思います、はいはい、じゃあ今日もこんな感じでお送りしております。はい、はい、ではこの番組の提供は、沖縄の人材派遣なら株式会社ミニプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースの的場クリエイト沖縄の提供でお送りいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、しめさん、というわけで今回もですね、はい、ね、さっきのケーキ、誕生日って言ったらケーキですよね。そうですね。でケーキ、まあ、お菓子にまつわる素敵なゲストさんが来てくれております、はい、じゃあお声を頂戴していきたいと思います。では今回のゲストさんは、株式会社ハッピーフィールド代表取締役の福原さんと、ケーキ工房ルシノンの店長さんでいらっしゃいます、はい、内間忍さんに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。今日は、はい、本当にお忙しい中来てくれてありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。そして急な機材トラブルにも温かく見守っていてくれてはい、ありがとうございます。じゃ早速ですね、2人のお話をちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、まず先にですね、福原社長の方からちょっと自己紹介などお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、株式会社ハッピーフィールドといいまして、まあ、5年前に定年を機に、立ち上げた会社です。おお、定年を機に、はいはい、これどんな会社さんでいらっしゃるんですか。以前ですね、製菓材料問屋に勤めてまして長い間、はいはい、で、まあ、その経験を生かしてですね、うん、県内のホテルさんに PB のプライベートブランド商品を作っていこうということで今やってる会社ですね。ああ、じゃあ具体的にはどんな商品を作られてるんですか。例えば沖縄県産のマンゴーを使ったものとかをですね、はいはい、でプリンにしてやったりとか、はで沖縄のベニーも使った商品を作ったりとか、うんうんうん、で沖縄 の伝統のお菓子であるチンスコを小麦を使わずにお米を使ったチンスコということで、お米、はい、すごい名前をチンマイコーってやってすごいなんかさ愛らしい名前ですねチンマイコーって、はい、そういったのをPB でね、はい、やらせてもらってます。あ、すごい素敵な商品ばかりですね。いやいや、やっぱり地産地消でいい、いいじゃないですか、その沖縄の。そういうことですね、はい、それ以前からですね、はい、ナシロいる時から、はい、ナシロという会社いましたけどね、はい、その会社いる時から沖縄の県産素材を使った商品を使ってお菓子に生かしたいなと、うんうんうん、いうことでずっと思ってましたね。あ、それでやっぱり結びつくということでね、はい、それをどんどん製造して販売していきたいなと、うんうんうん、
すごい沖縄でできたものをまた沖縄の皆さんに、そしてさらには県外とかにも出荷されてるんですか。はい、あ、県外とかにも出荷してますね。あ、すごいですね。もうこれはじゃあもう沖縄でできたものをやっぱり県外の皆さんにも食べてもらえるいいなんかお仕事ですね。はい、そうですね、ぜひ観光土産にも非常にいいと思いますのでね、はい、あのまたね、後ほどまたあの詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。そして次にあの、ま、お隣にいらっしゃるのはっていうのもお隣なんで、ま、ラジオで、ね、見えないんですけど、ルシ、キキコボルシノの店長さんでいらっしゃいます、うちもしのぶさん、ちょっと自己紹介をはい、いただいてよろしいでしょうか。はい、あのケーキ工房ルシノンは株式会社ハッピーフィールドの事業部として立ち上げたあの小売店舗なんですけれども、はい、まあ、私があの全部一任させてもらっていて、あの全てケーキや焼き菓子も全部やるの、あの作っているんですけれども、あの、はいはい、トミクスク市座安にございます。お、ということは、はい、じゃああれなんですか、その内間さんが、はい、あの、まあ、店長さんもするし、はい、そのパティシエっていうんですか、職人さんも、はい、そうですね、この業界でいうと、はい、あのシェフパティシエっていう、まあ、パティシエールですね、女性なので、うんうん、シェフパティシエールという立場で、うん、あの全て、はい、一から作っております。すごいですね。まあ、ここはあの、はい、ハッピーフィールドとはちょっと違って、はい、卸ではなく一般のお客様を対象に、うん、まあ、誕生日用のケーキですとかギフト菓子とかをメインに扱っております。じゃあ、まあ、やっぱりもう誕生日ということは石宮さんももちろん、はい、もうそのさっきのね言ってたあのお子さんの誕生日ですとか奥さんの誕生日ですとかケーキもちろん買ってるんですよね。買ってるんですよね買って石野さんが買ってるんですよね、はい、あの最近、あ、僕あの内間と同級生でして、あ、そうなんですね、最近あの SNS でねつながって、はい、あの、まあ、いろいろやり取りさせてもらってますけど、はい、まだ息子の誕生日も嫁の誕生日もまだ来てない。これから来る。もう今のうち予約取っといたらいいじゃないですか。忘れずに。あ、じゃあ僕10月誕生日なので、はいはい、それは忘れましたやっぱりもうじゃあ内間さん今のうちからもちょっと予約表ね渡しておいて、はい、もうすでに予約取っといたらいいですね。いつですかね。あ、入れときます。じゃあ1週間前にちょっと予約入れますんで。ありがとうございます。あのハッピーフィールドさん の、まあ、あのお店のとか会社さんの、まあ、コンセプトとかっていうのはやっぱりその何かあるんですか。ええ、あの先ほども話した通り、はいはい、沖縄の農産物を使っていく、うんうん、でそれをお菓子を通じて、はい、ゆいの心を、はい、お結びつけていきたいなということで、うん、ええ、あの何かお菓子にできる素材ないかなということで今考えてやってます。なんかすごいやっぱあったかいですね、はい、コンセプトが、うん、みんなとその沖縄の人だけではなくてその県外の人もその、ね、自分たちで作ったお菓子でつないでいきたいっていう、はい、そういう思いが持っていらっしゃるんですね。そうですね、そうですね、ありがとうございます。はい、まあ、で内間さんのケーキ工房ルシノンさんはどういったコンセプトでされてるんですか。はい、そうですね、はい、あのまあ、モットーといいますか人々 の、 あの幸せの時間を洋菓子製造業を通じて作り出すっていうのが、うん、まあ、一番最初にあるコンセプトで、うん、まあ、あのケーキとかお菓子って大体あのお誕生日もそうですし、はい、幸せな時間ハッピーな時に食べるものことが多いので、うん、まあ、そういうあの場面を作り出すためにあの頑張ろうかなっていうのをモットーにしております。ちなみに、はい、あのウェディングケーキも作れるんですか。まあ、作りますね。まあ、これがあのオーダーケーキっていう形になるのかもしれないですけども、はいはいはい、あのウェディングケーキって一人一人違う形で、はい、あのイメージがあるので、はい、そのお客様とお話やり取りしながら予算に合わせて提案したり、まあ、あの画像を持ってこられる方もいるのであのできたり画像そうですね、あの他のケーキのあのこういったものを全く同じものを作ってくれとかいう場合もあるんですけども、極力それに寄せて作るようにはしています。いやらしいよ坂本。え？そうか。じゃあもうそれね他に頼む理由はないですよね。ありがとうございます。内間さんに頼むほうがないですよね。佐藤も最近結婚したので。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ式はこれからということですか。そうですね。もうこれからもう先に、はい、あの何て言うんですか、まあ、書類関係で結婚席を済ませてるので、はい、まあ、これからはい、あのいろいろと。今日はあの2人お客様が増えたということで良かったですかね。あ、そうですね。誕生日とウェディング。もう後ほどちょっと予約表を。商売上手だな。お預かりさせていただいて。頑張って作ります。はい、お願いします。あの続いてあの、まあ、その内間さんちょっとお聞きしたいんですけど、はい、あのまあ、これまでですね、こういったのケーキを作ってお客さんに喜んでもらいました、うん、
そういったなんかお声とかってあるんですか。そうですね、あのさっきもおっしゃったみたいにあの、うん、ウェディングケーキももちろんありましたけれども、うんうんうん、結構お子様のケーキをあのお母さんがすごいイメージいっぱい膨らませてくる方いらっしゃるんですよ、うんうんうん、であのすごいこのいろんなイメージを持ってきてできるだけそれに寄せて作るとやっぱりすごい喜んでくれてあの後日改めてお礼を言ってくださる方とかいらっしゃって、まあ、あんな素敵なケーキをありがとうございますって、まあ、こちらはね仕事なんで当たり前に作ってるつもりなんですけども、うんうんうん、感動していただけることとかっていうのも時にはあります。やっぱり励みになりますね。おすごいです、はい、これ例えば何か の, そのキャラクターのあれ、はい、なんかそのケーキ、うんうんうん、イラストを描かれてるものとかですか。そうですね、あの、うんベーシックな部分はお店で提案してる、まあ、いちごのショートケーキなんですけれども、はいはい、その上にどういったトッピングを乗せるかでオリジナリティを出していく感じになるんですね、はい、でお客様のイメージっていうのはやっぱり子どもの、あの好きなキャラクターを乗せたりとかあとはそのコメント、うんうん、なんかこういう思いを持ってるっていうコメントをあのプレートに書いて添えたりとかっていうこともあるんですけども、はい、その実際今お話しさせていただいたその方の場合は、はい、アイシングクッキーだったり、うん、あの子供の似顔絵だったりっていうのを載せたいということでもうかなり前から打ち合わせをしてすごい特大の大きなケーキを作って、はい、お渡ししたんですね。はい、なんか一緒に作っていくお客様と一緒に作っていくっていう感覚ですね。まさにそういう感覚で、うんうんうん、はい。なんかすごい福原社長がすごい嬉しそうにニコニコしながらお話を聞いているのがすごいなんかいいなと思ったんですけど、そもそもこのねあのお二人の出会いっていうのはどちらだったんですか。うん、はい、まあ内間の方が、はい兵庫県の方で、うんうんうん仕事をしてで沖縄に帰ってくるという時にですね。うんうんうん洋菓子協会の会長から、はいちょっと私の方にそういう人がいる紹介があってですね、はいうん、それで一度会ってね。そうですね、あの就職先を探しているところであのこの人に会いに行けって言われたのが福原さんだったんです、はい、すごい、はい、なぜだかなぜだか材料問屋のそれだけ顔が広いということだったんだと思うんですけど、まずこの人に会いに行って来なさいっていうことで、はいはい、はいそれで、そうそう、それでもう退職を機に、はい、一目見た時からね、あ彼女は生きるなと、うん、なんか持ってるものが違う、持ってるものが違うな、もうすごいね、あの人気店でこんだけ頑張ってきたと、はい、根性あることだなと思ってね、ね、もう、まあ、彼女だったら生きるだろうということで、はい、定年を機に声をかけたらやりましょうということで、はいええ、すごいですね、それからのことです。福原社長は今もう狂いはなかったと。はい。よかったですね。石嶺さんもぜひ、はい、あの記念日には忘れるんじゃなくて。そうですね。さっきからそればっかりだ。ぜひあの内間の方でお願いしに行こうと思います。はい。可愛いの作ります。はい。あの僕意外に営業の最中ちょいちょい行ってるんです。あそうなんですか、ケーキ会に、ね、そうそうそう、そうなんだ、チャカチャカ、はい、すみません、中間局、今そろそろ行きましょうか。あ、わかりました、はい、ね、はい、中間局行きたいと思うんですけれども、あのタイトルをね、僕ちょっと忘れちゃいました。ユニゾンスクエアガーデンの曲です。ごめん、グタグタだね。何をしてそこいきなり降る。ああ大丈夫ですよ。あ、思い出しました、思い出しました。はい、中間曲よろしいですか、石嶺さん。はい、ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ言えた。マトバ TV レディオ。はい、後半も戻ってきました、マトバ TV です。FM 那覇よりお送りしております。今お聞きいただいた中間曲はユニゾンスクエアガーデンシュガーソングとビターステップでした。はい、というわけで石嶺さん、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では今回後半ですね、あのゲストさんは株式会社ハッピーフィールドの代表取締役福原さんと、ケーキ工房ルチノの店長さん内間忍さんに来てもらっております。はい、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ早速なんです、けども、はい、すみませんね。あの福原社長ですね、まあ、あの創業するにあたっての、まあ、エピソード、今、はい、あの卸のお仕事を、あの定年退職を機にされてる、ということだったんですけれども、はい、いろいろまあ大変だったエピソードとかもあると思うんですけど、ちょっとあのお聞かせいただけますか。あ、はい、
まあ定年を機にやった、まあ、やっぱり年もね60過ぎてからですからね、はい、非常に、まあ、不安はあったんですけど、うん、ただそれ以上にですね、マグロみたいな人間ですから動いてないとね死んじゃうかなと思ってですね、あ、なるほど、何をするんかなって考えた時に、はい、もうそれしかないだろうと、もうそうであればいろんな素材は知ってるし、はい、でパティシエもよく知ってますしね、うんうんうん、まあ、そういった人たちと一緒にやっていこうかなということでやったんですが、うんうん、なかなかそのキャッスルベーカリーってあったんですけどね、はい、まあ、それも一応買い取って、で事業部としてやってて、はい、で新しくケーキ工房ルシノンということで、うんうん、事業部を内間の方に全部任せてですね、うんうん、でやって、いるんですけど、うんうんうん、なかなか思い通りに行かずにね、沖縄の農産物でもですね、はい、お菓子にしてみると例えば紅芋なんかですね、はい、きれいな紅の色は出なくて、うんうん、なんかグリーン色になっちゃって、え、グリーンの出るんですか？そうそうそう、カビみたいな色にね、あ、ね、すごいな、こういったのこれをそのまま売ったんじゃいけないから、はい、もうこれを試行錯誤して、やろうとかいうことでやっていこうということで、うんうん、この辺も結構いろいろかかったんですけど、うん、それをチンスコーにしたりですね、はい、やってますね。で、あとマンゴー、沖縄といえばマンゴーですから、はい、宮崎には負けないですよ、うんうんうん、でそのマンゴーを使ったプリンということで、これをですねトロナママンゴープリンということで、はい、開発に結構内間の方にやってもらったんですけど、結構かかったんですけどね、はい、トロっとしたプリンをやっていこうということで、で沖縄の県産食材を使ってマンゴーと一番合うのはプリンかなということで、これを作るのも非常にすごい苦労しましたね。あ、これやっぱりもうその自然由来のものなので、そう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 なんですよ。やっぱりいい色が出なかったりとか、ちょっとこの食感とかですか？そう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 ですね。そういうのもやっぱり何遍も何遍もテストして出来上がっていくものなんですか？そうです。その中でやっぱり一番その大変だったの時っていうか、そのどうですか、その食感が大変だったりとか味が思うように出なかったりとか、うん、その日で食べれば美味しいんですけど、うんうん、これをこの日持ちさせようとかですね、あ、観光土産に持って行った時にどうなるかと、はい、だから今トロナマンゴープリンっていうのもあるんですけど、はい、プリンセスマンゴーっていうのも常温で、はい、3ヶ月保存の期間、3ヶ月、はい、すごいですね。そういったマンゴーのプリンもあります、はい、ちなみにこれどちらで買えるんですか、このプリンって？そうですね、ケーキ工房ルシノンでも買えますし、はい、で県内のホテルさんでも買えますしね、はい、であと七色畑っていう税営のありますよね、うん、はい、そこでも買えます。あ、はい、ありました。じゃあもうこの際ですからね、欲しいというか、そのプリンが気になる方はもうぜひケーキ工房ルシノンさんの方に足を運んでいただけたら、ぜひあとはもう、まあ、各県内のホテルさんの方とかでもお目にかかれれば、もうぜひ手に取ってほしいところですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。実は僕、うん、食べたんですよ。で、実際ラジオ収録前に、はい、たまたまルシノンに行く機会があって、うんうんうん、で時はチーズケーキとマンゴープリンを購入して、うん、はい、まあ一回ね食べてみないと、まあ、いくら同級生といえども、はい、まあ、そんなねよいしょしねえぞと、と思い、まあ、ね、はい、まあ、営業ついでに行って、はい、買って食べたんですけど、でその車で食べたんですけど、はい、もうねごめんと思った。何うまいと思って途中で調べてメール送ったから、はい、参ったって参りましたと参りました。だから本当におすすめだと思います。なので僕もチーズケーキ非常に美味しかったですし、うん、はい、ぜひ購入していただいて、はい、まあ、いかにね僕が言ってることが通じるかっていうのは分からないので、はい、会場では、まあ、実際に食べてもらって、はい、もらえたらいいなと思いました。お願いします。もう参ったって石峰か参ったって言ったプリン、もう明日から多分店頭にポップ立ってますよ。石峰が参ったプリンってどの石峰だって、どの
ねえ、本当本当だ。今度佐久間ちゃんも行こう。あ、はい、ぜひぜひ。うん、あの今度お邪魔します。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあもうね、もうね、もう5万円分ぐらいちょっとね、ミネプロの領収書で来てもらって、地域買って帰ろうかなと思います。いいな。はい、ありがとうございます。あの、じゃあ次ちょっと内村さんの方にあの、はい、お聞きしたいんですけど、はい、あのそもそもですよね、なぜそのパティシエールですか、うん、女性の場合は、はい、なぜパティシエールになろうと志したきっかけってあるんですか。きっかけはですね、はい、あります。中学2年生の時だったんですけど、うん、まあ、もともと物心ついた時から技術の仕事がしたいなと、まあ、あの女性でも一生、はい、あの技術をつけて働けるようなそういう職業を探してたんですね、うん、で中学2年生の時なんですけども、母親があのサーターアンダギーとかしか作らない、お菓子なんか全く作らない母親だったんですよ、はい、で料理もそんなに上手じゃないんですけどね、楽しそうにこうティラミス作ってて、簡単なあのやつだったんですけど、うん、なんか一緒に作ろうかなんて言ってティラミス一緒に作ってくれて、すごいこう、うん、あの思い出になったというか、はい、なかなかあの忙しい母親だったので2人で何かするっていうこともなかったですし、うん、まあましてや美味しいお菓子を作ってくれるようなそんな夢のようなことはなかったのでその時にあのあケーキってなんかこう作ってる時も楽しいし食べてる時も嬉しいし、うん、まあ、送って嬉しいもらって嬉しいっていいことしかないんじゃないかってい う, う、ね、もう印象がすごい強くって、もうそこからはずっともうそれにまっすぐに進んだ感じですかね、はい、じゃあ最初にその母お母さんから、はい、その誘ってもらったことに心打たれて、そうですね、その印象がすごく強いです。お、確かにね、あの、うん、僕こう見えてこう見えてっていうわけじゃないですけど、はい、めっちゃ甘党なんですよ。めっちゃ甘党でやっぱりね、あの甘いもの食べてる時って、うん、本当になんか幸せな気分になるんですよね。そうですよね、あーっつって、もう、うん、美味しいものと甘いもの食べてる時は僕一番もう好きですね、うん、もらって怒らないですよね、甘いものって、甘いもの持ってきてって言って、うんうん、それがやっぱり一番根っこにあるかなって感じですかね。もう確かにね、うんうん、いくらダイエットしてるとは言っても、言っても、いや、くれ、ダイエットしてるんだけどね、もくれてるかしょうがないって言ってもう食べちゃいますから。あの、ちなみに内山さん、まあ、はい、あの作り手のパティシエールさんでいらっしゃるんですけど、はい、あのその中でもその好きなケーキって何かあるんですか。ね、私チョコレート好きなんですよ、はい、チョコレートのもうなんだろう、あのパウンドケーキとかにした時のしっとり感とほろ苦感とあの香りとみたいなのも全部好きですね。おお、チョコレートいいですよね。ちなみに福原社長は何かあるんですか、好きなケーキとか。私はですね、はい、うちもが作るマーブルケーキが大好きですね。みんな生クリームって言うんですけど、はい、中にバタークリームでこう入ってるんですけどね、やっぱりそれもチョコレート入ってます。あ、そうなんですか。いや、もう、ね、深い香りとね、あれはいいな、もう、ね、コーヒーと一緒に食べると本当にうまい。もうすごい、そのね、塚野社長の顔見てたのすごい、その食べたいなって言って、もう次ぜひね、本当にあのお店の方に遊びに行きますんでよろしくお願いします。で、あのこのまとま TV はですね、あの皆さんにあの夢をそうお伺いさせてもらってるんですけれども、あの福原社長、内間さんの夢を教えていただけますでしょうか。はい、はい、福原社長からよろしくお願いします。はい、あのまあ先ほどからもさあの何回も言ってるんですが、うん、沖縄の農産物を使ったもので商品作りをしていって、はい、みんなに喜ばれたいなと、うん、で沖縄県のために何か力になれることがあればなと思っております。はい、はい、それを叶えていきたいなと思ってます。はい、じゃ続いて内間さんお願いします。はい、あの私はですね、あの、まあ、店舗をあのずっとやっていくんですけども、うんうん、なかなかあの女性が続けていく仕事って少ないと思うんですよ、うん、で、まあ、うちのお店も女性スタッフだけであの頑張ってるんですけども、うんうん、あのこれからは子育てとか両立しながらあの女性が活躍できるその現場にしていきたいなっていうのが一番あります、うんうん、はい、ありがとうございます。も今後もですね、あのケーキコブルシノンさんとですね、株式会社ハッピーフィールドさんの方のご活躍、僕らも見守って、で何かまたね、お力になれることがあれば、あ、ぜひあの力添えさせていただきたいと思いますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、石峰さん。はい。石峰さん。
はいはい、大丈夫です。起きてますよ。西口さん起きてる？今タイムキーパー大変なんだよ。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、本当にね、結構ルシノンさんの方にも僕は遊びにしめさんと一緒に行って5万円分買って帰りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。あんまり余計なこと言わないでください。では、提供お願いします。はい、ではこの番組の提供は、沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースの的場クリエイト沖縄の提供でお送りいたしました。的場 TV YouTube チャンネルでは過去の放送分もお楽しみいただけます。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いします。ではまた次回もお会いしましょうということで、よろしいでしょうか。マットバイバイってやつがあるのでマットバイバイよろしくお願いします。いただきます。せーの、マットバイバイ。よろしくお願いします。マトバ TV Radio。